はい、こんにちは。2024年3月26日です。今日のですね、朝早くから大谷選手がね、この水原一平さんとの、この賭博問題について声明をね、出されて記者会見をしましたけども、大谷翔平さんね、全くの関与を否定ということで、もう全然知らんということでしたね。で、自分としては水原一平さんが言ってきたこと、やってきたことっていうのがもう全く、知らない状態だということ、全然知らないままことが進んでいたから何のことかわからないみたいなことだったんですけども、結局自分の、口座からですね、この水原一平さんね、元通訳の方がね、自由にお金を送金できたりとか、出し入れできたりとかっていうことができていた状態で、自分の口座、自分お金を自由にね、こう近しい人が動かすことができた、そういうことって世の中結構いらっしゃると思うんだけども、そういう状況を作っていたのも大谷翔平さんの少しは責任もあるんじゃないかなと。そして水原一平さんもこれからもしかしたら警察のね、捜査の対象には、すでになってるでしょうけど、もしかしたら逮捕とかね、牢屋に入れられるとか、そういうことってめちゃくちゃあると思うんですよね。そうなった時に、そういうふうな状況になっている時に、やはりこの大谷翔平さんからも、警察としては、事情聴取、捜査の対象として、出向いてくださいよっていうような話が出てくると思います。ただ、大谷翔平さんは全部ね、関与を否定していましたけども、もしかしたら知っていることも少しはあったんじゃねっていうようなちょっと真実が見えてくる可能性だってあるんですよね。だからその水原一平さんにプライベートのことも含め結構いろんなことをねお願いしていたと思うんですよね。だから自分のお金も自由にこう使えるような状況にあったっていうことは大谷翔平さんは分かっていないとおかしいんですよね。で、使われたから水原一平が全て悪いっていうのもちょっとおかしな話。だから脇が甘いっていうところが大谷翔平さんの落ち度なんじゃないかなと思います。ただこの、賭博行為に関与したっていう部分では、どれだけね、責任が追及されるか、といったところなんですけども、おそらくこの大谷翔平さんのね、弁護団の方々も絶対に大谷翔平さんがね、逮捕されるようなことは、しないでしょうし、MLB 側もですね、絶対にこの欲しいね、今後も活躍して欲しい、逸材ですから、そういうことはさせないような動きは示すだろうなとは思っていますけども、何らかのですね、警察からの捜査っていうことで、お話をね、してくれっていうような、そんな時間は設けられるんだろうなと思います。そこで、大谷翔平さん、あなた全く関与を否定していましたけども、賭博行為とか、第三者にお金をね、渡したりとか使ったりとかっていうような行為、またはそういうような、状況が作れるっていうことは、ある程度理解できますよねっていうようなことを言われたときに、なんというか、大谷翔平さんは、すべてね、彼に任せていたっていう部分も、おおよそあるでしょうし、彼のことを信頼していたっていうこともあるんでしょうけども、やっぱりこう、そういう脇の甘さがですね、こういうような問題を生んできているっていうことで、これをきっかけにね、今後、注意して生活をね、されていくと思うんですけども、皆さんも、本当この事件がきっかけにね、自分の身の回りというか、そういったところをね、正していかなければいけないんじゃないかなと感じましたね。あまりにも近すぎて、あまりにもオープンにしすぎると、こういうようなね、状況を生んでしまうっていうことがあるので、アメリカの人たちは多分ね、ちゃんとその辺はきっちりしているんでしょうけど、日本人となると、やっぱりこう、感情が出てしまって、いいよとか、ちょっと借金の肩返ししてほしいんだ、分かった、今回だけな、とか、なんかそういうようなところの脇の甘さが、こ
今回のこういう事件を生んでしまったんじゃないかなと感じています。自分事としてね、皆さんも考えていきましょう。以上です。